どうもランニング専門 TV 整体師ゆうじろうです。本日は長距離走っても疲れないピッチ走法の習得方法について新たにご紹介させていただこうと思います。本日の動画最後まで見ていただくことによってピッチ走法が簡単に習得できるようになりますので、今まで長い距離を走ると足が疲れてしまったり息切れしてしまっていた方というのは長い距離走っても疲れなくなりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。まずはですね、走り方を大きく2つあります。1つがストライド走法という走り方、もう1つがピッチ走法という走り方です。でストライド走法という走り方は歩幅を大きくすることによってスピードを出していく走り方になります。もう一方のピッチ走法というのが足の回転数ですねを上げてスピードを出していく走り方になります。でそれぞれストライド走法とピッチ走法にはメリットデメリットがあるんですが、ストライド走法は歩幅を大きくすることによってスピードが出せるので、かなりスピードを上げやすいというメリットがあります。一方でストライドが大きくなる分足に負担がかかってしまったり、筋力だったり柔軟性が必要っていうところがあります。一方でピッチ走法というのは足の回転数を上げていくので、ストライド走法と比べるとスピードを出しにくいというところのデメリットはあるんですが、足への負担というのがかなり少なくなるというメリットもあります。でストライド走法ピッチ走法どちらがいい悪いとかってないんですが、実はですね、長く走ってると結構足が疲れてしまう方はストライド走法を取ってしまっていて、実はピッチ走法の方が長い距離走った時に疲れなかったり自分の体に合ってるってことが非常に多いんですよ。僕も2ヶ月ぐらい前まではストライド走法で走ってたんですが、先月と今月とピッチ走法に変えてからやっぱり20キロ以上長い距離走るようになると足の疲れってかなり少ないですし、タイムも結構短くなってきました。ですのでやっぱり長い距離走るとピッチ走法の方が疲れにくかったりかかる時間を短くできる方って非常に多いと思います。ですので僕が本日お伝えさせていただくピッチ走法をぜひ実践していただくことによって、今よりも長い距離を走っていった時に疲れが少なくタイムを短くできる方ってものすごく多いと思いますので、とりあえずまずは実践していただければと思います。まずはですね、走っている時の感覚としてはピッチ走法とストライド走法で大きく何が違うかというと、このストライド走法の方では歩幅を大きくしていかなければいけないので、特にこの後ろ足です。後ろ足でしっかり地面を押していくということを意識していきます。でしっかり地面を押して蹴ることによって前にグッと進めるので、こういった形でストライドを上げていきます。ただこのようにしっかり後ろ足で地面を押すっていう蹴るということを意識してしまうと、ピッチ走法の方では足の回転数を上げていかなければいけないので、この走り方はピッチ走法ではあまり意識しない方がいいです。ただ勘違いしやすい方が多いんですが、ピッチ足の回転数を上げるためには歩幅が小さい方がいいので、ちょこまかちょこまか歩幅だけ小さくして走られる方って結構いらっしゃるんですよ。歩幅だけ小さくしてちょこまかちょこまか足を動かすような足の回転数の上げ方をしていても、体をスムーズに前に進めていくことは難しいですし、かえって足がすぐ疲れてしまう結果につながりやすいです。正しくピッチ走法を習得するためには3つのポイントがあります。まず1つ目のポイントが、床に対して体を垂直に立てる、この姿勢をキープしたまま走るというところになります。2つ目と3つ目のポイントがかなり感覚的なお話にはなってしまうんですが、2つ目のポイントがですね、股関節を中心に自転車のペダルですね、ペダルを漕ぐように足を回転させていくという感覚で走ることです。ピッチ走法では股関節の使い方というのがものすごく重要になってくるので、この股関節を中心に自転車のペダルを漕ぐように足を回転させることによって効率よく体を前に進められるような股関節の使い方ができるようになってきます。3つ目のポイントが、2つ目のポイントが習得できると自然にできるようになってくるものなんですが、足を前に振り出した時はこの膝が一番前に来ます。で地面を蹴った時はこの足が一番後ろに来ます。膝と足が股関節に対して同じ距離になるような足運びを行っていきます。つまり股関節を中心に足を動かしていると自然と膝と足の距離ですね、前後の距離が等しくなってきます。そのような感覚で走ってみてください。このストライド走法の場合はしっかり地面を押す蹴るということを意識するので、この股関節に対して膝よりも足がちょっと気持ち後ろの方になりやすいんですよ。ただピッチ走法の方では股関節から真下に引いたこの垂直線に対して膝と足が同じぐらいの距離になるように足を回転させることによってピッチが自然と上がってきます。ですのでピッチ走法を習得するためにはこの3つを意識して走ってみてください。体幹を床に対して垂直に保ったまま走る、
股関節を中心にペダルを漕ぐように足を回転させて走る。股関節に対して膝と足が等しい距離になるようなイメージで走っていただく。この3つを意識して走っていただくことによって効率よく体を前に進めていくようなピッチ走法というのが習得できるようになります。本日はですね、ストライドを少し広げた走り方とこの3つを意識したピッチ走法、動画2つ撮っていますので、ぜひ見比べていただければと思います。ストライド走法では地面をしっかり押すため滞空時間が少し長くなります。走法では滞空時間が短く、体の上下動も小さくなります。はい、ということで本日はピッチ走法を習得するための3つのポイントというのを覚えていただきました。体幹を床に対してまっすぐ立てる、股関節を中心に足を回転させる、股関節に対して膝と足の距離を等しいような距離になるような意識を持って走る。この3つを意識して走っていただくことによって今よりも長い距離を走った時に楽に走れるようになりますので、ぜひ参考にしていただければと思います。ということで本日も動画をご覧いただきありがとうございました。もしよかったらいいね、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。